そろそろ蹴りつけましょうか。キリュウさん。キリュウさん、そんなんだから、この国のヤクザはずっと続いてきたんだ。あんたらはいくら引退しようが、解散しようが、元の鞘に戻ってくる。ヤクザだったという自分を完全に否定することができないんだ。口じゃ悪い悪いと言いながら自分たちを正当化する。偉いヤクザもんほど耳障りの良い未来を語り、戦う理由を探し続ける。俺を生かしておいたらまた何をしでかすか分かりませんよ。一度頓挫したとしても、人類が生み出してしまったゴミを捨てるという計画は誰かがやらなきゃならない。この国の権力者たちは俺にそれを期待していた。俺をここでやらなきゃ、人類を救うためにヤクザを再利用するという未来は変わらない。ヤクザを本当にこの国の権力と決別させるには今ここで決断するしかないんだよ。光と闇の間で生きるこの俺をこの世から消し去るしかないんだ。分かってんのか、キリュウカズマ。エビナ、俺が言えた立場じゃないことは百も承知で言う。お前が荒川を恨み、氷川を恨み、ヤクザ全てを恨むのはわかる。だが俺やあいつらに償うチャンスをくれねえか。そのためには生きなきゃなんねえ。どんなクズでも生きることでしか人はやり直せねえんだ。俺たちは生きなきゃなんねえ。白でも黒でもない、灰色の道を。だから海老名、頼む、お前も生きてやり直してくれ。あいつらを殺さないでやってくれ。頼む。俺が謝るから。そんなんじゃ許されねえことは分かっちゃえるが。俺が謝るから。すまなかった。キリュウさん。
キリュウさん、しっかりして。キリュウさん、キリュウさん、キリュウさん、迷惑んかい。キリュウ、キリュウちゃん、死ぬな、死ぬな、キリュウ。よ、久しぶりだな、エイちゃん。カスが、世間様は勝手なもんで、今度はエイちゃんに血まなこだ。立場が逆になっちまったな。なんでここが。外の様子知らねえのか。野次馬でごった返してるぜ。まあこの部屋だってことは連中も嗅ぎつけちゃいねえみたいだけどな。俺はちょいと警察の力借りてな、おめえがここにいるって分かったんだ。何をしに来た。野次馬だけじゃねえ、おめえはこれから全国のヤクザから的にかけられることになる。海老名と組んでヤクザ全体をはめようとしたんだからな。何をしに来たって言ってんだ。出頭しよう、エイちゃん。俺もついてくからよ。あ？このまま一人で逃げ切れるわけがねえ。遠からず殺されちまう。何よりもおめえにちゃんと罪を償ってほしい。ちゃんとお勤め終えてまたハワイ行こうや。お前はいつまで友達ごっこしてんだ。ごっこじゃねえんだって。俺はエイちゃん、おめえのことをダチだと思ってる。できりゃエイちゃんにもそう思ってもらえると嬉しいんだがよ。なんでそう思える。これだけの目にあっておいてしょうがねえじゃねえか。おめえと一緒にハワイをブラブラしてうまい飯食ってどうでもいい話して、あれが楽しかったんだからよ。エイちゃんの事情が分かって手痛い目にあってもよ、それをなかったことにはできねえんだ俺は。エイちゃん、おめえのしでかしたことは逃げ回ったってなかったことにはできねえ。たとえお勤めを終えたってなかったことにはできねえ。でもやり直すことはできるはずなんだ。それまでの罪を全部背負った上でもう一度前向いて歩いていいんだよ。人生を本気でやり直してって思うならきっとできるんだよ。カスカ。だからよ、ヘイちゃん、おめえが人生やり直してって思うなら俺と一緒に行こうぜ。俺はとおめえが出てくるの待ってるからよ。何年でも何十年でも絶対に。よ、そんな言葉誰が信じるってんだでも本当に待っててくれるんだろうな。
本当にいるなんてな。ああ、バカだってよく言われるよ。バカか。俺の方がよっぽどバカだ。警察ってのはこのまま行けばいいのかな。身分証なくしちゃっててさ。ああ、大丈夫だ。人には慣れてんだよ。任せとけ。なんだよそれ。怪我してんのか。ここに来るまでにもいろいろ追われて、本当に足が不自由になるって。天罰ってやつかな。罰が当たったって思えるなら、エイちゃんは大丈夫だ。え？そう思うのは、まずいことをしたって気持ちがてめえん中にあるからだろ。ならきっと償えるし、やり直せる。ほら、肩貸すからよ。
ここからはもう。そっか。じゃあしばしのお別れだな。ええ、本当にありがとうございました、春日さん。ああ、じゃあな、エイちゃん。はい、それでは。エイちゃん、ボンボヤージだぜ、ボンボヤージュ。意味わかってます。はい、ボンボヤージュ一番。さて、飯でも食うか。いつも経つか、早いもんだな。エビナもエイジもブライスも世間の話題からすっかり姿を消したの。で、今のトレンドは？民事党議員の不倫問題で持ちきりだ。なんだかな。まあ、世間のそういうとこ俺たち利用したこともあるわけだし、あんまり文句も言えないね。いいじゃないですか、世間がどうのこうのなんて。私たちが忘れなければそれでいいんです。それにしてもよ、エビナのやつなんで沢城を生かしてたんだろうな。あんだけヤクザを嫌ってたのによ。そうだな、なんだろうね。あいつ言ってたじゃない、自分の野望は花から破綻してたって。ああ、でもやるしかなかった。もしかするとあいつは誰かにこんな生き方を止めてほしかったのかもしれない。そんで大変だったなって、でももう大丈夫だって言ってほしかっただけなのかもしれないよ。俺も割と生き方を最初から決められてた側の人間だからさ、なんとなくエビナの気持ちわからなくもないんだよね。こう生きなきゃいけないと、こう生きたいがごっちゃになって自分を見失ったまま突っ走る人生ってやつ。ふん、沢城が思いのほかしぶとかっただけかもしれないぞ。一番説得力あるね。まあ、エビナのことはやつ自身にしかわからんさ。それにまだ何にも終わっちゃいねえんだ。ラニちゃんはこれからが大変だろうな。あんな小さい子が次期教祖様か、荷が重すぎやしねえか。ダニ自身が決めたことだ。教団の立て直しはあの養護施設を守ることでもあるだろうからな。だな、それに茜さんがついてくれてる。実は俺もよ、ハワイ帰ったらちょいと手伝いするんだ。ああそうなんだ。パレカナには何度も炊き出しで世話になったからな、ささやかながらの恩返しだ。ブライスがどうあれ、パレカナに救われたのは俺だけじゃねえ。ハワイはホームレスだらけだからな。助けがいる奴らのためにも今が踏ん張り時よ。おい富澤、お前なんか大人になったな。なんだよそれ。それに俺なんか大したことねえって。ラニもそうだけどよ、千歳にはかなわねえよ。彼女も茨の道を選びましたね。自ら不正を告発した
富士宮グループの会長を背負って立つとは。あんなに家のこと嫌ってたのにな。だな。でもよ、少しあいつの気持ちもわかるんだよ。一番といるとさ、なんつうか俺も頑張んなきゃって気持ちになってくんだよな。別に一番は他人にああしろこうしろ言うやつじゃねえのにさ。ああわかる、それ俺たちもそうだったよな。そういう男なんだなあいつは。さて、そんな春日一番くんはいい加減踏ん切りついたのかな。はあ、なんだあいつまだうじうじしてんのか。ビールがぬるくなっちまうぞ。一番、私もう戻っていい？あ、悪い、さっちゃん、今最終確認中でよ。もうちょいだけ待ってくれねえか。うじうじしてないで男見せろ、春日一番。ほう、そうだよな。ほう、待たせてすまねえ、さっちゃん。改めて言いてえことがあるんだ。さっちゃん、俺去年のさっちゃんを怒らせちまったこと、あれからずっと考えてた。最初はさ、さっちゃんの気持ちも考えねえで手前勝手なことばかり言ってたのがいけなかったんじゃねえかって思ってた。あ、いや、実際それも最悪だったんだけど、根本はそこじゃねえってようやく分かったんだ。俺、どんな気持ちとか言葉とかより何よりもまず最初に伝えなきゃいけねえことをすっ飛ばしてたんだ。そのことに一年かかってやっと分かった。だからさっちゃん、改めて俺の気持ち言わせてください。さっちゃん、好きです。愛しています。やっと聞けた。気づくの遅いって。本当、いや本当ごめんな。ううん、私こそごめんね、ずっと無視して。あ、じゃあおあいこだな。うん、おあいこ。本当ずいぶん待たせちまったな。でもここからは春日一番全力で挽回するからよ。実はこの日のためにとっておきを用意したんだ。え、なになに。驚くなよ。こいつだ。え、どうだい、これさっちゃんへの愛を言葉だけじゃねえ、文字にして表現してみたんだ。もちろんさっちゃんのも用意してやる。一緒にこいつ来てさ、横浜を練り歩こうじゃねえか。二人の愛の旅路をよ。 あれ、サイコさ。ダメだこれ、バカは死ななきゃ治らねえ。まったくだ。けどよ、バカなやつほど諦めが悪いんだ。しぶとく生きるぜ、ああいうやつはよ。ちょっと待ってくれよさっちゃん。
母さん、なんでおじいちゃんいないの？大丈夫だよ、ハルト。おじいちゃんは帰ってきたんだよ。やっとね。はい、11時から放射線治療ご予約の入院患者さんですね。お名前、フルネームで教えていただけますか？桐生一馬だ。